安藤忠雄の設計で2002年に開館した四国村ギャラリーは四国村ミウゼアムの中にあります。四国村創設者の加藤達夫が収集した美術品を展示する美術館です。安藤忠雄特有のコンクリートに囲まれた空間、建物の裏側にはバルコニーがあり、そこから水庭庭園を見下ろすことができます。山の上から水が流れ出てきたかのように見えます。